皆様こんばんは。では第6回目ね、朝なのにこんばんはでございますけども、いつもこうね、あの手元を映すためにまあ斜めにこうしてあるので、この台は何かとかね、不思議に思ってらっしゃる方がいるかもしれませんが、これはあのこれですね、Questions and Answers Over 1300 Stimulating Questions、ね、ちょっとね出世しまして、こういうペンを買ってきたんですよ。ちょっとね、あの筆ペンですけど太くなりましたね。1300以上の、まあ、刺激的なクエスチョン、これはエンサイクロペディア・オブ・クエスチョンズ・アンド・アンサーズという、ね、質問と答えの、まあ、百科事典みたいなもんですね。はい、では今日はねこれをやってみたいと思いますね。ずりをしてくるのでね、こういうふうにテープで留めるんですのよ。よいしょね、今日やるのは簡単です。これですね。ね、なかなかかすれてしまいますね。これは何かというと、ファイという文字ですね。ファイ。ファイトじゃないですよ。ファイ。ね、今、あの方から書いて書き順がおかしかったですね。ファイ。これは、まあ、数学において空集合を表したりする、ギリシャ文字ですね。ギリシャ文字。これは小文字もですね、アルファベットみたいなもんですからね。例えば、M に対して、M というのがあるように、小文字もあるわけですが、小文字もファイで、まあ、空の集合ですね。空集合。ね、ここら辺の書き順もね、またゆくゆく扱ってみたいと思いますが、空集合を表すファイですね。これは、もう簡単ですが、縦棒から書く人もいれば、丸から書く人もいると思いますが、一応正式にはですね、まあ、その国で教える正式な書き順は、丸書いて、斜めの縦棒を書いちゃったという数え歌じゃないんですけれどもね、このように丸を先に、書くということでございます。今日はギリシャ文字のファイ、空集合を表すファイでした。